皆さんこんにちは、サラリーマッチョ西です。今回は大胸筋上部をダンベルのみで鍛える方法についてお話をしていきたいと思います。今ですね、ちょっと東京都内のレンタルジムに来ておりまして、せっかくなんで実際のね実技も込みで今回ご紹介をしていきたいと思います。よくですね、私の運営するノーリミッツのメンバーさんからのご質問で、やっぱ大胸筋もやっぱ下部とかチューブっていうのが発達しやすいんですが、上部がなかなか鍛えられませんというようなご相談を多くいただきます。で、大胸筋上部なぜ鍛えなければいけないかというとですね、服を着た時にこう厚い胸板がねやっぱかっこいいと思うんですよね。やっぱみんなでずっと常に上だったわけじゃないので、筋トレしてて、あ、すごいなんか胸板分厚くなったねって言われた時というのは、胸板ってね実は結構大胸筋上部の部分、ここから鎖骨から生えてる部分が結構胸板に関与するんですよね。脱いだ時にやっぱそのチューブ下部があると見かけすごくいいんですけれど、どうしてもね上部っていうのは鍛えにくい。その状態で胸板をね、なかなかね胸が結構強くても胸板が厚くかっこいい胸になりにくいという懸念点がありますので、見かけを重視する方、そして私のようにコンテストでね脱いだ状態でねこうやってポーズを取った時にやっぱ大胸筋上部が見られます。なかなかね普通に筋トレするとチューブ下部に入りやすくて上の方が入りにくいというところで、よく考えてトレーニングをしてるなというふうにも思われます。ということでですね、今回は皆さんが、まあ、苦手な方が多い大胸筋上部の鍛え方、ダンベルのみでですねご紹介していきたいと思います。ではなぜ大胸筋上部がですね鍛えにくいのか、その理由はですね大きく2つございます。そこで急に登場、私のカメラの後ろにいるノーリミッツメンバーの森谷さん、大胸筋上部鍛えにくい理由が2つある、その理由なんか1つ当ててもらえますか。大胸筋の上部鍛えにくい理由、鍛えにくい理由、ここね、大胸筋上部、中間上部、面積としてそもそも小さい、はいはいはい、ゆえに意識がしづらい、はいはいはい、それもあるね。この大胸筋上部、まあ、これが一つの大きな2つの理由のうちの一つがそこに近しいんですけど、その大胸筋上部っていうのはそもそも意識がしにくい。で、大胸筋上部を鍛えようとした時に肩に入っちゃう方が多いんですよね。要は大胸筋上部を狙う時っていうのは、基本的には例えばフラットの状態でベンチプレスをしているとチューブ下部に入るので、インクラインの状態で上の方に動作する形で大胸筋の上部を鍛えようとするんだけれども、どうしても肩に逃げてしまうということで、なかなかここに入らない、こっちに入っちゃうっていう方が多いということで、まあ、負荷が逃げやすい、肩に逃げやすいっていうのがポイントの一つとしてあります。そしてもう一個はですね、森谷さん、フラットのベンチプレス、インクラインのベンチプレス、どっちの方が重量を上げれますか。フラットですよね。ここでやっぱり普通の方はですね、フラットとインクライン、どっちが動作として重いものを持ち上げるかというとフラットなんですよ。ということは自然と大胸筋上部に与えられる刺激、強度が落ちやすいっていうこと。なのでやっぱ強度の高いトレーニングができているチューブ下部が発達しやすい。で、さらに効かせやすさもチューブ下部の方がいいので、効かせやすいし強度も強いしってやれば、チューブ下部が自然と強くなっていくということで、この効かせにくさ、そして強度が落ちやすいっていうこの2点をいかにですね克服していくか、これが今回の動画のポイントになってきます。ではですね、おすすめの種目がですね、強度を上げる、そして肩に効かせない、それを抑えた2種目を今回具体的にご紹介してポイントも抑えていきたいと思います。では、まずですね、おすすめの大胸筋上部を鍛える種目、1種目目がですね、ギロチンプレスです。で、今回はダンベルのみを使っていくんですが、これはスミスマシンとかフリーウェイトのバーベルでも使えるんですけども、ちょっとね、ご紹介していきましょう。ギロチンプレス、読んで字のごとくギロチンです。要はこれ動作としてはですね、ダンベルプレスというのはこうやってね、肘が自然とちょっと落ちた状態でプレスしていく、こうすることで肩に入りにくいんだけれども、ギロチンプレスというのは肘を張った状態で鎖骨からちょっと顎の間ぐらいに下ろしていく。なのでこれがバーが、ね、あった時にギロチンみたいになってしまうっていうので、ギロチンプレスと呼ばれております。こうすることで要は動作としてフラットでもね、こういう動作だと大胸筋の筋線走行方向に対してチューブ下部が入るんですけれども、ここで肘を上げる、この肩を肘を張った状態で動作をすると、ここの分かりますね、上部の走行方向に沿って動作を行うことになるんですよね。この
筋繊維をこっちに持ってきてここで上げちゃう。こうすることで上部を、あるいは重量を扱った状態でできるということになります。なのでフラットでキロチンプレスを行っていく。これで先ほどの、普段の大胸筋上部で鍛えにくい理由のうちの一つ、強度を上げにくいというのをカバーしてあります。しっかりフラットでも上部を狙ってあげる。なので動作としてよいしょ、動作やってるときに普通のダンベルプレス、普通のダンベルプレスでは肘を落として上げるんだけれども、ギロチンプレスはですね、肘を張るんですよね。張った状態、この状態で上げる。あ、これは上部に張りますね。肘を張った状態で上げる。肘を張った状態で真横ですね、真横に上げて張る。肘を張った状態でもうこれは首を戻してギロチンですよね。首の下に上げるというふうにしてあげることで、しっかりフラットで重りの重さとしてはほぼ普通のダンベルプレスと変わらない重りを持ってきながら上部に当ててあげることができるということになります。このギロチンプレスのポイントなんですけれども、一つこうポイントといいますか注意点ですね。結構肩にも入ります。肩もろとも、三角筋全部もろとも、重いものを持って大胸筋上部にも刺激を入れてあげようという試みですので、肩を痛めやすくなる種目でもあります。ですので重量はある程度ゆっくり上げていってあげる。そして肩に不安の持たれている方は無理にこの動作をする必要はないかと思います。私の場合はですね、特にギロチンプレス、肘を張った状態でやったら全くですね、肩に入る感覚すらないですし、全然肩を痛めたことがないので、結構ガンガン高重量でやっていってます。だからこれは人の、筋肉のつき方、骨格、動作の可動域の問題によって、結構ねこれで肩が窮屈に感じたりとか痛みを感じる方というのは無理してやる必要はないかと思いますので、こちらもし、やってみて、ここ感覚いいなと、上部もしっかりと刺激が入るなという方は徐々に重量を上げていって、メインセットとしてメインの種目として、扱っていただくといいんじゃないかなと思います。ということでこれがおすすめの1種目目、強度を上げるギロチンプレスなんですけれども、質問があるようです。はい、ベンチの傾きは特にこの場合はフラットで大丈夫ですか？あ、いいご質問ありがとうございます。これフラットでも十分、上部の方に刺激が入るんですけれども、さらにこれをインクラインにすることでより、ね、上の方をピンポイントで狙っていくことができます。でこの辺りはインクラインにすればするほど重量が下がりやすくなってしまうので、より上部を狙っていくのか、あるいは重量を重視するのかによって角度を変えていくことがいいんじゃないかなと思います。私はですね、これちょっと話をちょっと脱線するかもしれないですけども、フラットとインクラインがあんまり重量変わらないんですよ。これちょっとなんかおかしいんちゃうって言われるかもしれないですけど、ほんまにそうです。なのでダンベルフライとかも、ダンベルフライプレスみたいな感じですね。そんな感じで私と50キロとかで扱うんですけど、フラットでも50キロなんですよ。あんま動作がなくて、ベンチプレスとかもベンチで多分130キロぐらいでやるんですけど、インクラインも120、30でほぼ変わらないんですよね。結構みんなインクラインになると急に重量が落ちる方が多いと思うんですけど、多分私は何でしょう、肩が強いからなのかもしれないですけど、インクラインってやってもあんまり重量が落ちないっていうのもあったりするので、ギロチンプレスでフラットというのにこだわらずに、ちょっとねインクライン状態にして、肩には入りすぎないようなぐらいの傾斜にしてやるということも結構多いです。この辺も皆さんの感覚で調整していただければいいんじゃないかなと思います。フラットでも十分上半身になっていきます。ありがとうございます。さあ、そしてですね、もう一つ、これはですね、全員に万人にお勧めできる種目でございまして、これが三角筋の関与を消していく種目でございます。これはね、みんな怪我もしにくいですし、引き算のねする種目としておすすめできるものかなと思います。でこれはインクラインのベンチを使っていきます。やるのはですね、インクラインのダンベルフライですね。オーソドックスじゃねえかと言われるかと思うんですけれども、ここもですねちょっと一工夫ございます。まず普通のインクラインのダンベルフライはどうするかというと、はい、この状態で普通にフライ伸びる、やっていくということなんですけれども、これで、ね、上部が、ね、しっかりとストレスされていくわけですよ。でもこの時にやっぱ肘を張っちゃうと、どうしても、肩にもちょっと入るですね。でこれが人によってあまり肩に入りにくい方っていうのは、肩が胸が発達しやすいですし、肩が入りやすい方というのはどうしても、ね、胸の発達が遅れてしまいますと。そこで肩に入りやすい人に朗報です。三角筋の関与を減らすための方法として、肘をですね落としてあげて、そして手首の回線と合わせてインクラインスピネートダンベルフライというものをすることによってですね、負荷が三角筋から大胸筋に移り変わる。
とやります。まずですね、ここまで一緒で、ここまでも一緒。ストレッチを感じる。でストレッチに感じるときは、あの三角筋というよりも大胸筋に私は伸びる感覚があるので、ここまでしますよ。でここからこう上げちゃうと肩で上げちゃう感覚があるので、ここでスピネートさせて肘をちょっと下に落とします。でこの状態で上げてあげると、これってもうまさに大胸筋上部の動作ですよね。でまたこうやってストレッチ、ストレッチはねこっちの方がね私は大胸筋の引っ張られる感覚があるので好みです。でここからスピネートさせてすくい上げる。こうすることで肩の張りは大きく減ります。なのでしっかりとダンベルフライのストレッチの美味しいポジション、このポジションを味わってあげるというのがポイントです。味わってあげた上でスクイーズスピネートさせて下からすくい上げるという、ダンベルフライのこのストレッチの美味しさを味わった上で、ここで味わってあげるという移動石ですね、種目でございます。でこれの、発想のもとは山本先生のすくい上げる大胸筋の下部を鍛える、輪郭を鍛えるすくい上げるダンベルぐらいあったんですけども、これも私は実際に動作をしながらいろいろ試した時に、あこれは結局手首を内に絞りながら上げていくと肩と上部に入りやすいですね。なんでケーブルとかで動作する時も親指の方に力をグッと入れると上の方に入ります。逆に小指の方に力を入れていくと肩から力が抜けて中部下部の方に向けて大胸筋が入ってきます、刺激が入ってきます。なのでこういう意味でしっかりとインクラインで動作をすることで上部の刺激っていうのを担保してあげた上で小指で上げてあげてる、小指の方でリードしてあげる。そうすることで肩の関与を殺します。こうすることでしっかりと大胸筋に対してインクラインの状態で刺激を入れてあげられるということになるわけです。これですね、その通常のねケーブルクロスとかでも応用できる考え方で、ちょっとね親指の方からやっていくと上の方に入るし、小指の方に行くとちょっと下の方に落ちる。それをさらにインクラインにしてダンベルで下ろしていくときはしっかりとストレッチを味わってあげて、ちょっと突っ張る感じがあるんですね。これでまあ肩もろとも伸ばしてあげて、しっかり大胸筋を最大限ストレッチしてあげる。そこは美味しいポイントを伸ばさない。その後でプレスの時にここから切り返すときに肩がグッと入っちゃうんで、このポジションを抜いて、肩を抜いて、大胸筋で絞り上げていく。これは、リバースとかでね、大胸筋の上部を狙うような、スミスマッシュのプレスなんかもあるんですけども、その動作に近しいですね、リバースでこう上げていく。これはまさに大胸筋の上部の走行方向に沿う形で動作を。というようなですね、二度おいしい、しっかりとストレッチを交わって、下から絞れる。で、引き算ですね、三角筋の関与を落としていく。この2種目を実践していただくとですね、大胸筋の上部が皆さんを見違えるようになっていくんじゃないかなと思います。はい、というわけですね、今回はですね大胸筋上部が苦手な方に向けて、その処方箋になるおすすめの2種目をご紹介してまいりました。ギロチンプレス、そしてスピネートインクラインダンベルフライ、ちょっと前は今つけたんですけども、というような種目をご紹介してきました。いかがでしたでしょうか。ぜひ今回のものはダンベルのみでできるものになりますので、皆さんも再現性が高いかと思いますし、もしご自身の環境でジムとかね通われる方っていうのは、スミスマシン使える方はギロチンプレス、スミスマシンで高重量でねガンガンやっていただくのもいいんじゃないかなと思いますし、まあ、ケーブルとかでも応用が効くんじゃないかなと思います。ぜひこの辺りもですね応用していただいて、皆さんのトレーニングルーティンに組み込んでいただきますと幸いです。私の YouTube ではこういった形で、フィットネス関連の有益な情報をお伝えしてまいりますので、ぜひチャンネル登録のまだ方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。私のチャンネルを見てくださっている視聴者の皆さんはですね、まあ、忙しいビジネスマンの方多いかと思います。私の動画をいちいちね探す時間ももったいないかと思いますので、ぜひチャンネル登録そして通知を、よろしくお願いいたします。また、公式 LINE もやっております。そちらでは私が7年間の間で、体重で20キロ、筋肉で20キロ増やした方法、こちらの有料セミナーを今期間限定で無料プレゼントさせていただいております。ぜひそちらも期間限定ですので、今のうちにお友達になって受け取っていただければと思います。その他のね有益な情報等も先行して LINE で配信しておりますので、ぜひお友達になってやってください。よろしくお願いします。というわけで今回ですね、大胸筋上部を鍛える正しい方法、知識をお伝えしてきましたが、実際に体を変えるのは皆さんの努力の継続でございます。正しい努力の継続のみが体を変えていくことができます。ぜひですねジム、あるいはご自宅で実践していただければと思いますし、
もし、続けるためのモチベーションが不安がある方、私の運営する脳裏密に来ていただければですね、切磋琢磨できる仲間もいますし、相談することもできます。そして私と直接こうやってお話をする機会もございますので、ぜひ、気になる方は概要欄からチェックをいただければと思います。それでは皆さん、素敵なフィットネスライフを送っていきましょう。それでは、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。限界はこよいのリミッツ。Gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo, you gotta take it.